はい、ちゃんちゃんでーす。また来ました。チュールに釣られてきました。違う？ちゃーちゃん。チュールあると思って来たんでしょ？違うの？お腹空いててもチュールは入るよな、多分な。後頭部出てる、後頭部。ちゃーちゃん来てくれて嬉しいわ。毎日来て。チュール足んなくなっちゃうな、これじゃ。毎日朝晩朝晩やってたんじゃ。もっといっぱい買ってこなくちゃね。なんかいっぱい買うからさ、割引してくんないかな。うん。チャーちゃん、お店の人にゴロニャンゴロニャンして安くしてって。あなた、下手したら人間のご飯より高いんだがな、あなた。うん？まあそんなことはないか。ね。人間のおやつ我慢してチャーちゃんにやんなくちゃおやつ。はい、鈴カステラです。映してるとこんなになっちゃいます。はい。ツイッターでさ、そう、チャーちゃん。ツイッターで面白いんだよ。X で。あんまり私 X って言いたくないんだよな。バッテンだしさ、あんまり良くないんだって、あのバッテンの形って。あの、運気が下がるんだって。まあわかんないけどね。ツイッターのがいいな、なんかな。ツイッターってそのまま残せばよかったのね、イーロン・マスクちゃんはね。これ、こういう風に猫が押さえて、お尻の穴押さえてる動画があんのよ。あれすごいよね。笑っちゃうね。逆に目立つだろうって。私のリツイートしたやつ。リポストっつうやつか。引用ってやつか。あれ見てみて。よかったら。X。私の X。同じだから身近なチャンネル。面白いのリツイートしてますんで。毎日じゃないけど。ね、ちゃーちゃん。いや、あの動物系は笑っちゃうよね。ちゃーちゃん、なんか面白いことやってほら。ん？動画長いね。てかあれは人間がなんか仕掛けてやったらなんか面白いのできるんだろうけど、でも天然の動物って天然で面白いのって本当に面白いよね。うん、わざとらしくなくてね。ちゃーちゃん顔見せてよ。背中ばっかりじゃなくてほら。ちゃーちゃん、ちゃーちゃん触れた、嬉しい、鼻高。うんね、お手手。お手手もむぎゅむぎゅ。ね。やっぱりさ、これさ、野良っぽくないんだよね。普通野良ってさ、なんていうの？あんまり野良の手って触ったことないんだけど、これが柔らかくないのよ。これが、肉球が硬いの。あの、荒れちゃって。チャーチャーは多分、誰かんちの中に入ってんだか入ってないんだか。あの、外にソファーがあるうちがあるんだよね。多分、あそこで寝てんじゃないかなと思うのよね。私帰ってきた時に、そっちからバーって飛び出してきたから、チャーちゃん。で、チャーボーズさ、こっち振り向いたもんね。ね、チャーちゃん。基本的にあそこにいんだよね、多分ね。猫ちゃんがいっぱいいるの、そこに。そこで飼われてんのかしら？外飼いなのかしら？外飼いでいろんなご飯食べに周りに来てんのかしら？よくわかんないけどね。いいね、可愛くて。八方美人で。八方美人でも可愛ければいいよ。世の中の男子もそう思うのかな。可愛ければ八方美人でもいいよ、みたいな。ね。女子のね。あ、ふってやってビビっちゃったんでね。あなたの毛がいっぱいくっついちゃったの腕に。今、ふってやってね。ね、ちゃーちゃん。この音。こっち低いの。ちゃーちゃん、こっち向いて、ほら。こっち向いて。ほら。とんがってる顔が余計とんがっちゃった。ここ、こうやって持つのね。こうやって持って持ち上がるのかな？重いな、これ。ここが痛くなっちゃうね。母親がほら、ね、ちゃーちゃん。子供をさ、ここ噛んでこう持ち上げるときにさ、ね、よく、ほら、こうすると固まっちゃうの。ね、一部だけこうやんじゃなくて、全体的にこう持ってこう持ち上げると、ほら、固まっちゃうの。ね、優しくね。うん。爪立てないでね。腰気持ちいいの？ん？ここさ、ここ手でかけないもんね。猫はね。こっちの方も。後ろ足でかくんだもんね、ちゃーちゃん。ね。お手手。かわいいお手手見せて。ほら。顔も見せて、ちゃーちゃん。いつもと同じですけどね。2024年10月中旬のちゃーちゃんです。涼しくなってきたからね、来るんだね、こうやってね。今は5時かな。
4時半5時ぐらい夕方になりました。いろいろ用足ししてきて、今落ち着きましたね。お客さん来てて、まあお客さんつって大したあれじゃないんだけど。ちゃーちゃん、怪我してっとこない？ピッコも引いてないし、後ろの肉球ね。あー、やりこう。ちゃーちゃん、顔見せて、ほら、顔。顔、ほら。なんかここ、鼻が長いよね。やっぱりキムタクに似てる？ チャーボ。顔見せてって。顔見せてって。そう、スリスリすると顔がドアップで映んないのよ。ね。やっぱりそこにスリスリすると思った。はい。タイルが真っ黒です。掃除しろよ、ちゃーちゃん。そろそろ年末大掃除だからね。12月はちょっとね、いろいろ忙しいんで、11月中に大掃除やっちゃおうかな、みたいなね。ね。にゃん。そうよ。猫の手も借りたいってやつで、ちゃーちゃん。ね。猫の手も借りたいってやつ。ね。じゃあ、チュール。チュールやるか、チュール。前の飼い猫はね、チュールって言うと、にゃーっていうの。ね、家族がね、可愛くて。ね、マダラちゃんに似た三毛猫可愛くて、チュール1日1回じゃなくて、1日何回もやったから、チュールの減り具合が激しかったですね。はーい。これは何かな？ちゃーちゃん。これは何かな？あれ、ぷいだ。これ何？あ、反応した？反応した？ほら、チャーチャー。ほら、チャーボ。ほら。はい、みよーん。はい。はい、映るかな？ほら、出して。なめんの、なめんの、そう。噛まないの。ね。美味しい？どう？食べる？はい、上にやってみますか。意地悪すと、天罰が、ああ、まだ噛んでるよ、ほら。ペロペロ舐めんの、ほら、今出すから。あ、噛んでる、噛んでる。待って、待って、待って。いや、なんかこれ、野生的だな、噛んでんの。チャーボ、チャーボ、チャーボ。ほら、出すから、出すから。あ、一気に食べたいんだね。ちょっと待って、これ、ジューって出すから。ね。ちょっと待って。はい。ビューって出すから、待って。で、両手じゃないとダメなの。あら、こんなに噛んじゃったらダメじゃん。ほら、こここんなに噛んじゃうから、ほら、私の手噛まないでよ。ほら、じゃあもう。あ、手が汚れるね。なんでだんだん右寄りになっちゃうの？ペロペロ舐めて、この噛んじゃったとこ。もったいないでしょ？そう、こっちも。チュール、チュール、チャオ、チュール。あれ、終わり？チュール、チュール、チャオ、チュール。前はこれ解体してやったんだけど、無理だね。ね。終わり。手も舐めてこれ、ちゃーちゃん。ほら、ベトベトになっちゃったよ。匂いしない？少しだと匂いしないんだよね。はい、次はミルク。いやー、贅沢フルコースですね。はい、魚尽くしは残して食べないから。ミルク。チュールの後のミルク。どっち先がいいのかな？ミルク先やって落ち着いてからチュールやった方がいいのかな？よくね、ワンちゃんも飼ってましたけど、昔。ワンちゃん散歩すんのに、田んぼまで車で行って、で、つないで歩くんですけど、最初からつないで歩くと勢いが強すぎて、大型犬だったから。で、小型犬も飼ってたし、大変だから、まず、車から2、3匹いたからね、一気に。でも、小型犬と大型犬一緒に散歩できなかったから、舐めて。舐めて。ここにくっついてんね、ちょっと、ちゃーちゃん。舐めて。あら、舐めない。ミルク飲んだら終わり。そうやって。チュールスティックってやつだね、これね。もうちょっと飲みなよ。ほら。いいの？いや、ちゃーちゃん毛がふさふさになってきた。夏毛が抜けて、ちょっと冬毛っぽくなってきたね。そうそう、ミルク飲みな。他の子に飲まれちゃうよ。いいけど。終わり？終わり？いつもと変わらずね。ちゃーちゃん大人なのに、多分大人だよね、この子はね。後頭部が出てる。今日はぷいっていかないね。チャボ。
チュールスティックもらったから、ん？少し私に代償に触らせてるのか。足んないんだな。足んないんだな、チュールスティックな。また買ってくるよ、チャーちゃん。これはおやつだから。食事じゃないから。食事のチュールってやつ買ってくる？なんかそんなの出たよね。チュールご飯ってやつ。あなた、私のお菓子より高いのよ。チュールご飯。あら、ここで落ち着いちゃった。チャーボー。これは長編映画だね。さっきさ、ちっちゃい蚊に刺されちゃった。握手。お顔。なんかちょっと激しいな。汚れてきたな、この辺も。チュールご飯。チュールご飯買ってくか。ね。それとも、なんかキャットフード。でもこの子はカリカリ食べないんだよね。どっちかっていうとご飯とカンカン。それ食べなければ、このチュールを混ぜるか。上にかけたら上だけ食べるよね。ね、チャーちゃん。ぷいってしないの。こっち向いて。これスマホっていうの。ね？わかる？来世ぐらいになったらわがかな、チャーちゃん。あんなんじゃって。ね。ほら、大きいです。長いです。チャーちゃん。目が悪い人見たら、この大とチャーちゃんの差はわかんないよね。かなり目が悪い人見たら。ね、チャーちゃん。うん。休んでんの、ここで。そっか。うん、じゃあ家族が帰ってくるから、ここで待ってな。ね、招き猫みたいに。ね、家猫みたいに。これ家入れるとさ、ダメなのよ、もう。落ち着いちゃった。今日は行かない猫がね。いいの？じゃあ、蝶だって、蝶ちゃんって言っちゃった。イカリア蝶ちゃんか、あなたは。でも下顎出てないからさ、下唇出てないからあなたはイカリア蝶助じゃないね。どっちかっていうとキムタクだよね。ね。木村さんですか、あなた。木村ちゃーちゃん。反応しない。でも人間がこうやって喋りかけてさ、撫でてるとさ、ね、落ち着くかな？食後にあんまりいじられたくないと思ったけどね、ちゃーちゃんね。やっぱりこれこうかな？チュール効果かな？ね、チュール効果でこっからプイっていかない？満足した？ちゃーちゃん。よかった。この垂れ目が年取ったらもっと垂れ目になりそうだよね。じゃあね、ちゃーちゃん。そろそろ、これ最後まで見る人いないと思うんだよね。あ、寝んのか。寝るんだね、この体勢は。ね、遊ぶんじゃなくて。なんだ、眠いのか。私も今日超眠かったね。運転してて。うん、じゃあちゃーちゃん邪魔しないよ。ね、寝たいんだね。はい。ちゃーちゃん、なんで、だんだんそっち向いちゃうんだよ。ほら、ちゃーちゃん、じゃね？またね？反応しない。もう構わないでくれって感じだよね。じゃあ、ちゃーちゃん、休んでな。ね？こっち向いてよ。なんでそっち向くのよ。じゃあね、ちゃーちゃん。とりあえず一旦終わり。